こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。ゆるかの時間です。16日はね、福島県の白河市、鈴木光代先生が主催してくださって、ホピの予言の上映会、辰巳玲子さんもお越しいただいて、玲子さんもいらっしゃってお話をしてくれて、大映画を見てお話をお聞きして、ということでね、あのイベントやるんでね、来れる人そうね、ぜひ来てほしいね。やっぱり今の時期やっぱり見るべき映画ってさ、ハート・オブ・ミラクルとかでもいっぱいいろんないい映画、今自主上映っていう形で素敵な映画たくさん出てるけども、やっぱこの時代ホピの予言は必要でしょう。そうだね。なぜ、なぜホピの予言があったのかということだよね。そうそう、だから今本当ね、あの北朝鮮の問題もあるしさ、で本当世界がこれどうなっていくか分かんない。いや本当一つね間違ったらもう本当核戦争になるわけだからな。化学兵器という名の、本当かどうか分からんけどもさ、日本でもサリン事件ってもすごい、あれが紀行の名はね、生まれる時だから1995年かサリンがあってから、どっかがあんなのをさみんなに一斉に撒いた時にどうなるかってことだよね。そういうことだよな。だからそういうね、もう一触即発という状況の中でさ、本当にこれ生き方考え方を変えていかないとさ、本当あの、人類滅亡だよ人類。いやそう思うよ。だから、そうなんで委員会っていうのもあるしね、じゃあ自分の国だけ平和だったらいいのって、自分の国の経済だけ潤えばいいのっていう、そういうもんでもないし、そういうことありえないからね。だから例えば、例えば北朝鮮をね、アメリカ中心としてみんなで攻撃したとしたらさ、あそこにはそういう、核の施設もあるわけだしさ、さあそこで事故が起こったらさ、問題は北朝鮮だけじゃないから、中国、韓国、日本、もう全部全世界、地球全部おかしくなんだからね。じゃあこのままでいいかったらまたそれもまた難しいしね、舵取りが難しいと思うわけ。政治家と言われる、この国の舵取りをする人をやっぱきちんと選ばなくちゃいけないと思うわけよ。偏りすぎてもいけないし、走りすぎてもいけないし、そうだから何でも力ずくでさ、やってしまうという、強い者勝ちっていうかさ、そういうのが通用しなくなってんのよかもしれないね。だからこう限られたやっぱり地球という一つのさ、閉鎖系だからな。だけどやっぱりどっかでこう誰か強いリーダーシップを発揮して、なんか導いてほしいみたいな、どっかにやっぱりあるよね、なんか待望論みたいなさ、やっぱ一人一人なんだけどね、本当はね。本当はそうだよ。誰か一人がこうわーっていうんだけどさ、一人一人がなんだけどさ。でもこの前もね、キエとキホと一緒にさ、レイ・ミゼラブルの映画、DVD で借りてきてたんだけど、いや、やっぱあの時代の、なんとも言えない、民衆のさ、あの息吹っていうの、なんていうの、死ぬのが分かっていてもさ、やらずにいられないっていうかさ、あの時代もすごかったなと思うわけ。そうだよね。いや、だから本当ね、そういう、一人一人が本当にこういうことを、体験しながら目覚めていくしかないんでさ、なんだらホピの予言っていう映画も一つのそのさ、目覚めのきっかけになる。同じことだからな、言ってみりゃ、インディアンの人たちがな、自分たちの土地をね奪われ、仕事を奪われ、言葉を奪われ、尊厳を奪われでしょ。そうなんだよな。で、そこから核がこうね、作られていくわけだけどさ、もちろんこのインディアの人たちは被害者にもなってんだけど、それは彼らだけにとどまらないからな。だから彼らの生活、我々日本人だって昔の生活とかさ、そういう生活っていうのをさ、やっぱりもう一回見直してみないとさ、それは昔だってインディアだったら争いもあるだろうし、いろんなことはある、ただそのやり方がまた違ったりするだろうし、そこにまた思想っていうかね、自然との調和というかさ、そういうものも考えてるしさ、だから本当ね、宇宙人待望論じゃないけれどもさ、宇宙の中の一つちっちゃな星にしか過ぎないんだと、いうふうなことをね、
分かってくれば、うん、だからそういうことは分かったと思うんですの、自分たちの、立ち位置というかさ、うんね、宇宙の壁は小さな地球があって、その中でまたちっちゃな存在が人間だという存在であって、うん、そして人間は他のただ人間だけで生きてるわけじゃなくってさ、うん、なあ、だからミツバチがいなくなったら人間いなくなるよっていうふうな話もあるわけだからさ。いや、だからそれ全てね、掃除機フラクタルなんだけど、うん、そこまでみんな思わないわけよ。ミツバチがいない、朝されなくていいんじゃないとかさ、うん、そういうことじゃ結局、うん、だからさ、そう、その辺がこう、その辺の感覚がこれから蘇ってきてるし、うん、まあ多分増えてきてると思うけどね、そういう感覚持ってる人たちはね、 大事だよっていうのをね、分かってる人はいるけれども、そうそう、うん、でも一定数関係ないっていう人もいっぱいいるわけよ。だからじゃあその一定数を切り捨てて、うん、そういうことなんだっけ、あったじゃん、ノアの箱舟じゃないけどさ、そういう人たちはさ、洪水だかなんだかでわーっと流されてさ、ね、ちゃんと言うことを聞いて船に乗った人たちだけどさ、また次ののに行くっていうさ、なんかそれじゃあまりに悲しいじゃん。なんかだけどさ、やっぱり分かってる人がまず やるということでしょ、うん、いや、もちろんもちろん、ね、だからそういう人たちが動き出したら、うん、やっぱり我々もふっとあっと思うことも出てくるわけだから、うん、そういう中で、選択していくということになってくると思うよ、うんうん、だからなんだろう、例えば今のね、神話だったりさ、うん、昔話だったりとかさ、うん、もうなんとかありとあらゆるものがさ、うん、こう生きた方がいいよとか、うん、こういう世の中ってこういうことなんだよってことをこう、うん、いっぱい示唆してくれてるけどさ、うんうん、なんかだんだんこう本を読む量が減ってったりとかさ、うん、絵本なんていらないよみたいなさ、うん、なんかそんな風になっちゃったじゃん、うん、たくさんたくさん実は、うん、物語を読んでいく中でさ、うん、こういう大人になろうとかさ、うん、こういう人になろうっていうのをさ考える時代があったわけ、時期が。そうだよね、うん、だからその時期をなんか根こそぎさ、なんか取られちゃってるっていうかさ、うん、そんな感じもすんだよね。そうだよね、だからね、うん、まあ我々も分かってること言ってるけど、うん、実際分かってないわけでな。もちろんある、やっぱりね、俺こ我々の世代っていうかね、うん、難しいと思う、その時代がどういう時代を生きてきたかって考えてくると、うん、そうするとやっぱ俺は若者だと思うのよ、これからのね、うん、政治家たちもさ、うん、我々と同じ世代じゃん、でもちろん上だけどね、うん、だからそういう連中じゃね、難しい、世の中の指導者ってそういう連中ばっかりじゃん。だからさ、そういう人たちをさ、ごめん言葉悪いけど、うん、当選させないようにしなくちゃいけないんだけど、うん、当選しちゃうんだよ、うん、そうだからそういう社会構造になってしまってるからな、うん、だから本当にね、俺は若者にそう期待するよね、うんうん、だからシールズとかいろいろ出てきたけどさ、うんうん、でもそれを冷めた目で見ている子供たちもいるわけだよ、うんうん、だから、うん、いや、おっしゃる通り、例えばもし若者がさ、うん、全員目覚めてさ、うん、選挙に行って、ね、投票したら、うん、大きく変わるよね、この国は、ね、だけどね、まあ、国を変えるっていうかね、うん、俺本当に、ね、コミュニティがどんどんできてくると思う、うん、若者たちのコミュニティ、ほら、あんたが言った安らぎの里っていう、うん、じゃないけど、ね、まあ、年寄りだけのそういうね、うん、場所もあるかもしれないけど、うん、本当に若者たちがね、そういう、 こうコミュニティをね、うん、作り始めると思うね、うんうん、で自分たち、要するに日本全体を変えるんじゃなくって、うん、やっぱり自分たちの生活を変えていく、自給自足やってみたりさ、うん、するような中でさ、うん、それがさ各地にできてくるとかね、うん、そんな変化が俺の感覚よ。うん、ただ逆に言うと、その東京で失敗っていうかさ、傷ついて失敗して地方に移住してっていうのは、うん、まあ、ある意味自然な流れなのかもしれないんだよね。そうですね、全ての人が東京でちゃんと上げるって時代から、そうそうそう、いや、やっぱり、ね、北海道でとか九州でとか沖縄でとか、価値観がね、成功の価値観がさ、うん、要するに金持って、うん、名誉があってとかさ、美味しいもん食べてさ、そういう、ね、そういうんじゃないって、そういうのが成功の価値観としてずっとあったわけだよ、うんで我々もやっぱり毒されてしまってるし、うんね、だけどもその毒されてない若者たちがいっぱいいるわけ、そうだ、ねね、で毒されつつもまたパッとこうおかしいぞって思えるで行動ができるから彼らは、うん、なあ、だからそういう行動力のある人やつが集まって、うんうん、新しい世界、うんね、武者の小路さんのやつじゃないけどさ、うん、価値観の変わる違う社会をね、うんうん、小さな単位で作っていくという、うんうんうん、まあ本当にそういうふうなことしかないんじゃないかと思うよ。そんな、なんか誰かができてさ、うん、いきなり社会変えていくってさ、うん、そういうことじゃないだろうしさ。そうだね、うん、だから我々はそのなんていうの、サポーターじゃないけどさ、
ね、うんうん、そういうやつら理解しながらさ、うん、応援してさ、うん、で自分もやっぱり多分そっちの方が心地いいと思うから、うん、ね、その位置に入れてもらってさ、うん、ね、うん、そうしないとね、これからの高齢化社会、うん、もう悲劇がばっかりわけでしょ、あの、年寄り社会は。そんなのおかしいじゃん。まあね、そうでしょ、こうやって、頑張って年取ってきた人間や、そうね、で体験もあるし知識もあるし、いろんなことを知ってるわけだから、だからそういうのがさ、うん、やっぱり幸せに死んでいく、うん、そうだね、そういう場が必要でさ、うん、それは俺はあの安らぎの里じゃないと思うけど、うん、あのもっと若者とかみんなが共存するようなさ、うん、障害者もいるだろうしさ、子供もいるだろうし、なんかそんなのをね、うん、作るができていく動きが起こってくるね。そうだね、ああ楽しみにしていきましょう。そうだね、まあ、まずはホピの予言ぜひ皆さんに、そうだね、で我々も我々なりに動かないとな。そうですね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。